つねると、おー、俺だ。久しぶりだな。去年のクリスマスぶりじゃないか。昨日年末の大掃除と見せかけたエイペックスランクリーグをやっていたらこんな DM が来た。おい、西日本の恥、親さらうぞ。ずっと待ってるのに全くやらないから、今年最後ぐらいは年越し正月にやってはいけないことレベル100やってください。任せろ。これ見て年納めだ。ツイッターの暇人の回答と合わせながら一気に発表していくぞ。この動画見てチェックマイレーズで全部解決ってやつだ。早速だ。年末年越しに絶対にやってはいけないことレベル100。レベル1、寝落ち。いいか。12月31日はできるだけ起きておいた方がいい。6年前22時にソファーで寝落ちして26時に起きたことがあるが、なんか損した気分になるぞ。できることなら家族で年を越し、思い出と絆を深めることをお勧めしよう。どうしても眠たかったらクソして寝やがれ。レベル2、アル中。いいか。年越し正月は今年1年の集大成であり出発点だ。そんな日に酒を飲みすぎて終点にするな。浴びましておめでとうございますじゃねえ、明けましておめでとうございますだということを忘れるな。忘年会で忘れられない恥をかくことになるぞ、覚えとけ。レベル3、暴飲暴食。いいか。学生の諸君は正月が終わればすぐに学校が始まる。その昔10キロ増やして遅刻してきた子がいたが、クラスの半分が転校生が来たって勘違いしてたぞ。あまりにも食べ過ぎると年明けからダイエットという過酷なミッションを課せられることになる。適度に節制するんだ。レベル4、お年玉を預ける。いいか。お母さんの言うあんたのお年玉預かっとく、要は直訳すると、年末で家計が苦しいから思った以上のもらえてるあんたのお年玉を私の預金通帳で預かっとくから黙って早く渡せという意味になる。だがそれを分かっているが知らないふりして渡してみる正月もあっていいんじゃなかろうか。正月の餅もおせちも両親の仕事のおかげだということを忘れるな。いや、詐欺だ、絶対に渡すな。レベル5、31人で飲み会。やめとけやめとけ。多少集まって飲むのはいいかもしれんが、やはり31人は多すぎる。俺の中学校の一クラスより多い。コロナじゃなくても何が楽しくてこんな人数集めるんだ。どうせあれだ、これだけ人脈があってこんな集まりに呼んでもらってる僕、私の人生勝ち組やっぱり人脈しか勝たんってか。こんなもんで人の価値は決まらぬ。孤独こそ共に我が生涯を切り開け、ボーイズビー孤独者すだ。レベル6、渋谷でカウントダウン。やめとけやめとけ。いいか。なんで決まってバカは渋谷で集まると思う。答えは簡単だ。そう、渋谷を知らないからだ。渋谷こそが若者の中心、渋谷で騒ぐのがうちら、そんな無知が作り出した渋谷の幻想を鵜呑みにしてやがるからだ。騒ぐな、仕事を増やすな、おとなしくしろ。80になっても渋谷には行ける、死に急ぐな。もっと豊かな楽しみを覚えろ。帰り道に虚しくなるならそれは本当にお前が望んだことじゃないんだ。時間を無駄にするな。レベル7、お年玉をギャンブルにぶち込む。やめとけやめとけ。パチンコ業界は世間の若者が正月にいつもより少しだけ多く金を持ってることを知ってるぞ。神様は神様です。神から4万も5万もぶち抜いていくやつがあるか。ほどほどにしとけ。1富士2高3後悔になるぞ。レベル8、変なツイートしちゃう。うーわ、ペケましておめでたんございますじゃないか。いいか、年末と正月はいつものテンションが 1.5 割増しで上がっている。だから23時に明けましておめでとうございますとか、1月1日で今年もありがとうございましたとか、こするにこすられた正月大喜利をする著名人が出てくる。なんだあれ、正月大喜利を非表示にする機能はツイッターにないのか。後で恥ずかしくなるのは自分だ。いつもの自分でいることが大事だ。レベル9、久しぶりに集まった親戚の名字が変わっていることへの質問。いいか、正月には親戚がわざわざ集まって変にテンション上がったおっさんの世話をしたり、自慢話を聞かされる変な習慣がある。だがまるにおばの横に去年と違う男がいたり、名字が変わってるというシナリオ現象が起きる。子供は純粋だから急に聞き出して2月中旬並みの大寒波を引き起こす恐れがあるぞ。事前に子供や自分の兄弟には言っちゃいけないことがあるか確認しとけ。面倒だな本当に。レベル10、餅書き込む。いいか、これだけは真面目な話だ。餅を喉に詰まらせて毎年3000人くらい事故を起こしてやがる。しかも正月には3倍もその件数が多いんだよ。叩き込め。餅は雑煮で喉を潤してから小さくよく噛んで食べろ。絶対喉カラッカラなのにきなこ餅食ったりするなよ。速攻インヘブンになるぞ。毎年言っとるぞ、いい加減にしろ。レベル30、除夜のカニにクレーム。いいか、これ本当にあったぞ。数分も耐えられないクレーマーが花火大会や除夜のカニに文句を言って実際にサイレントになったところがあるみたいだ。静かな無人島を俺が手配してやるから、クレームはこちらまで。レベル15、早朝の誰も見ていない城島健二の釣り番組の再放送を見守る。いいか、効果は朝6時15分なのに、なんで大分は5日遅れの25時なんだ。テンションの差がありすぎて城島が困惑してるだろうが。しかも全国放送には収録から1ヶ月半ぐらいが経過してやがる。ってか早く吹かせ釣りしてくれよって、これ誰がわかんだ。これこんなもの応募してくるだよ。レベル18、これレベル100、再戦泥棒。お前とコメント欄編集やらしは年越すな。以上、年末正月に絶対にやってはいけないことレベル100でした。ご清聴ありがとうございました。本当に皆様安全健康が一番ですので、どうぞよろしくお願いします。たくさんの応募ありがとうございました。おやすみなさい。